午前8時、都内某所。そこに現れたのは、そう、雑誌キャンキャンの専属モデル、高橋メアリージュンちゃん。絶大な人気を誇る女性ファッション誌キャンキャン、その専属モデルを務めるのが19歳の女の子、高橋メアリージュンちゃん。クールなキャラクターと人懐っこい性格で多くの読者から愛される今注目の女の子なんです。まあ、可愛くてかっこいいこともできる、すごいなんかもうまっすぐで、あの優しいし、バランスがいいですよね。結構前から見ててすごい成長っぷりがすごいなと、すごいストイックな方なんで、どんどんこれが伸びていくんじゃないかなと思いますよ。やっぱり自分らしさ、個性ですね。もちろん個性が強いと好き嫌いはっきり分かれちゃうんですけど、それでもやっぱり自分らしさは常に持っていたいですね。今注目を集めているあの人の仕事とプライベート、オンとオフに大接近、モテカワコレクション。今回はキャンキャン専属モデル、高橋メアリージュンちゃんに大接近。クールなキャラクターで絶大な人気を誇る彼女の魅力に迫るため、撮影現場に潜入。そこで見た彼女の素顔とは、その真相に迫ります。コーヒー持って。この日は雑誌キャンキャンの撮影のため、飯田橋にあるキャナルカフェにやってきた高橋メアリージュンちゃん。撮影内容はどんな感じ？6体1本目は、はい、そう、今回の撮影スケジュールは2部構成。午前中に行われるロケではキャンキャンのタイアップ紙面の撮影のため、6パターンの衣装が準備された。とにかくでも楽しく、やっぱり気持ちって写真出ちゃうんで、楽しく、はい、やってます。常に現場を楽しむことをモットーに撮影に臨むメアリージュンちゃん。そんな彼女に今回最大のアクシデントが。なんか次は、はい、ボートっぽい話を。はい、漕ぐボートです。なんか一人じゃバランスを崩すらしいんで、落ちないように気をつけます。まさか。まさか落ちちゃうとか。お願いします。そう、それはこの水辺のロケーションを利用したボートでの撮影。絶対落ちないよ。なんで落ちなきゃいけないんですか。まあ、一人乗ったんですけど、でもカメラマンさんとか編集の方とかみんな私が落ちるのを期待してたんでしょうね。ちょっと落ちようか迷ったんですけど、ちょっとそれはさすがにまずいなと思って衣装借り物なので。2人で行ったらどんだけ早いんだろうね。ねえ、すっごい早い。よいしょ、早く難しい。楽しかった。楽しそうだった。いいな、こういうデートも。あり、ね、あり。続いて午後の部、メアリージュンちゃんがやってきたのは都内のスタジオ。今からスタジオです。この紙面の、はい、テーマはどんな感じ？美脚ですね、美脚。そう、午後のスタジオ撮影で行われたのは美脚をテーマにしたタイアップ記事の撮影。美脚がテーマなんですけど、足をきれいに見せるのが難しい。ライティングや角度などさまざまな要素で微妙に変化する足のラインの美しさ。
その難しさからか、撮影後のチェックも自然と力が入る。こっちもね、曲げるとだから伸ばしてる。やっぱりちょっとした角度で足の細さが変わるので、見え方が、足のポーズを見てました。とか一緒にいるモデルの子からいいとこを盗んだり、すごい自分を向上させてくれるものだと思います。やっぱり周りはもちろんモデルさんだらけなので、皆さんスタイルも良ければ顔もいいし、しかもキャンキャンの人たちはみんな性格がすごくいいので、性格がいいからこんだけ綺麗になれるんだろうなって思うんですよ。なので私も内面から磨いて綺麗になりたいなって常に思いますね。おはようございます。今日はこれからダンスレッスンです。モデルの仕事で忙しく過ごす彼女は、その合間を縫ってはレッスンに通う毎日を送っている。おはようございます。おはようございます。ここです。おはようございます。もう本当にいつもレッスンのことばかりですね。仕事が早く終わったら、あ、レッスン行ける、あ、今日レッスン行けないなって落ち込んだり、それぐらいレッスンが好きで、熱が出ても行きます。そんな彼女をデビュー当時から知るのが、ヒップホップダンスの講師、アク先生。アク先生です。アクです。はい、いつもお世話になってます。お世話になってます。なんかすごい最初は不器用でね、全然踊れなかったね。どれぐらいになるダンスやって？先生と会ってから3年ぐらいですね。でも本当にその進歩の仕方がすごい早いんで、うん、ね、最初はもう全然体も硬かったし、もうだしでしたね。ね、だけど全然すごいです。そういう意味ではね、頑張り屋なんだろうね、多分ね。すごいすごいと思います。そういうなんか一生懸命なところは何でも、うん、果てしない、まあ、モデルとしてはもちろん頑張っていきたいんですけど、やっぱり音楽に関わっていけたらいいなって思います。まあライブとか憧れますね。いろんな方のライブ見てきて、いつもやっぱいいなと思います。子孫だけのパフォーマンスができるくらいの実力をつけないとなと思います。本当に今を一生懸命頑張って生きていかないとなと思います。毎日夢に向かって全力を傾ける19歳の女の子、高橋メアリー純。その情熱の先には確かな未来を見据えていた。